大阪の田久保重則です。今日からね、私言うのかな、俺言うのかな。私ね、YouTube 投稿一個ずつすること決めました。忘れてました、この3ヶ月ぐらい。だからこの 人間って金入るの難しいんですわ。ブログもね、約前もね、なんかスイッチ入ってん、それ言わないけども、3分でやめますわね。どっかね、忘れるでしょ。ほいで前がね、50個ぐらいでやめたんですわ。ほいで今度ね、また、ある人のおかげでスイッチ入ってね、ブログ投稿したらなんとかこんとこで。で、今度ね、70個ぐらいでやめとんですわ。ええこと教えます。ブログ300個ね、投稿したら大金持ちになるんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと夫婦言うとんな。年67やからね。ほいで、これは、電気つけた方がいいかな。どっちも。今ね、ちょっとね、本格的に、これなんですよね。ブログ投稿したらね、私の部屋ね、案内します。ブログ投稿したらいいらしいですよ。で、ここにね、本ありますでしょう。さっと、これあんまり見せませんわ。なぜか言うとね、これね、私がね、何杯言ってね、一個の本でも、ご飯食べたり、なんだりかんだり、5000円ぐらい行ってますわ。例えばね、本だけ買って 帰るわけいかんでしょう。ね、そんな人いないでしょう。本だけ買いに行って、何番まで行ってね。何番まで行って、ただ家帰ってね。そんな人はね、だいたい本買いきません。ケチケチやね。まあ、そういう方は大成しないけど。ほいでね、そうそうそう。ある人ね、アフリエイトね、億万長者になってる人はね、2、3人いますけど、それね、お金持ち父さんとかね、貧乏父さんってあるんですよ、ロバート・アレンのね、ロバート・キヨサキか。そっちの方で、スイッチ入ってね、億万長者になってますわ、2人、2、3人。俺は、ぴったりでした、性格は。億万長者ね。貧乏父さんと、金持ち父さんの方ですわ。ちょっとやっぱ年やから夫婦言うとな。ほんで今日ね、で、いいことしますわ。私の話あれですよ。高いですよ。皆さん知らないですよ。ほとんど。このパソコンね、中古ね、パソコンで検索してください。17,800円になりますわ。中古ね。4番目ぐらいかな。それとね、この頃もう一つ。もう切れますわね、ぼちぼち。Windows 8ですか。で、8から、電子書籍はできませんよ。それ言っときますわ。Vista 7まではダメですよ。YouTube にそのやり方は Windows の8から載ってますんで、1は切りますわ。今日ね。